今日はどこに来たかと言いますと、じゃん、ノバホールディングス。今日はじゃん、ノバホールディングス。グルージャのやっていただいてるノバホールディングです。稲吉社長の生い立ちが僕と近いところなんで、そちらとノバホールディングスって英会話だけだと思ってるじゃないですか。違うんです。なのでそれをちょっと稲吉社長に聞いていきたいと思いますので、楽しみ。今日忙しい中ありがとうございます。どうも。はい。YouTube をちょっと始めたんで、はい、秋田チャンネルで秋ちゃんなんでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず僕ずっと聞かれてるんですけど、稲吉社長がなんで秋田を監督にしたんだっ て, 言ってすごい言われるんですよ。まあ有名なんで有名だからですか、はい、私同じ出身だったんで、愛知県出身ということで、はい、学校も大事でしたからね。はい。一つ違いですもんね。そうですね。はい、愛知学院でということで、はい、まあ僕らのスターでしたからね。はい。ありがとうございます。社長はもともと市役所の職員だったんですよね。あ、そうですね。あの地元の、はい。そこからなんでノバの社長になったんですか。いろんな経緯があってなったんですけど、最初は普通の人とみの人生じゃなくて、もっと自分らしく自由に生きたいなぐらいの感じで脱サラして。脱サラっていうのは塾の講師を自分で立ち上げて独立したってことですか。そうですね、まあ、最初からその大きい会社にしようとか、はい、そんなのは全くなかったんですけど、自由に生きれたらいいなと思って、塾ぐらいだったらできるんじゃないかなって甘い感覚でスタートして。うまくいったんですか塾は。最初は大変な時もあったんですけど、はい、それなりにはやってこれましたね。はい、いやその塾は塾でも、うん、ノバを買ったんですよね。破綻して、はい、でまあ、その時に事業を譲ってもらったと、あ、そういう形ですね。そっからノバが復活したじゃないですか。ノバホールディングスって、まあ、ノバが主体で、あの英会話のノバでっていうふうに思ってたんですけど、はい、すっごいいっぱいありますね。あ、塾はですか。塾もそうなんですけど、英会話とあと個別指導塾、はい、留学、スポーツもあるじゃないですか。ドラゴンフライズとドルトムント、はい、スポーツジムサンシャインもありますよね、はい、あと保育園、あ、はい、通訳、語学学習のアプリも作ってる、研修事業もありますよね、あと障害児支援事業もあります、はい、あと出版事業で、それとは違うんですけど、まあ、グルージャのスポンサーもやっていただいてっていうことで、これすごくないですか。なんでこんなにいっぱいやることになったんですか。まあ、塾があのフランチャイズで広がっていったんですね、はあ、個人にお金があったわけじゃないんで、あの塾を立ち上げて結構生徒集まったんで、あの、まあ、こんな生徒集まるんなら自分にもやらせてくださいと言ってくれたあの社会人の先生がいて、断る理由がなかったんで、じゃあぜひみたいなことであのフランチャイズができて、はい、まあ、それが結構好調だったんで、その人たちが校舎をどんどん増やしててくれて、あ、まあ、1人の社長がいて、まあ、3件とか4件とかっていうやるようになったんですか。そうですね、まあ、今でも一番多い人は100件以上やってる人いますし、まあ、50件以上やってる人結構いるんで、そういうのがあの全国に500個、600個になっていった時に広がってたんですね。その時に、じゃあ次のビジネスで何か他の何かないかなみたいなことを漠然と考えてる時に、ノバがあの破綻の報道を見て、会話と塾であるかなりシナジーがあるんじゃないかなというふうに思って、あの、まあ、手を挙げたんですね。で、まあ、それを運よく引き継げることになったので、今に至るところですね。でもその時にはもう他のそういう事業、留学の事業とかってついてたわけじゃないですよね。そうですね、留学はまたその後からですね。あのドルトムントもないですもんね。そうですね、ドラゴンフライも、はい、そっから全部こう買収をして買っていったっていうことですか。ビジネス的に言えば買収してたみたいなことになるんですけど、はい、そんな風にあまり考えてなくて、はい、まあ、確かに僕らのビジネスっていうのは、まあ、教育であったり語学であったり子供たち
だったり、はい、海外だったりというそういうテーマで、まあ、グループ形成しているので、そういう中でいろんな、なんか関わることができるような話をいただいて、広がっていったということですね。まあ、どちらかというと、はい、先方が社長に声をかけてきて、やらないかっていうことですか。あ、もちろんそうですね。買収みたいなことになると、なんか、まあ、札束で勝負しとんじゃないのかみたいなふうに思われると思うんですけれど、全くそうじゃなくて、そうなんですね。はい、たまたまそういう形になってたと。僕もそのイメージ全くなくて、はい、グルージャンも同じだったじゃないですか。はい、本当にホワイトナイト的な感じでっていう形ですよね。まあ、はい、綺麗に言えばそうですね。いやいや、でも実際そうですもんね。はい。はい、